もしもし。あ、もしもし。はい,はいはいはい。うん、でなあで、どうしたの元彼に絶縁されちゃって、もともと一緒に住んでて、荷物とかもまだあるんですけど、はいはいはい。してたら全部。連絡取れなくなっちゃって、彼の家に私のものがあるんです。それでどうにかお話ししたいんですけど、どうしてて彼氏が絶縁絶縁ってのはない。逃亡したの別れた後に。 しばらくは連絡取ってたんですけどあったりもしててただいきなり SNS もブロックされちゃって、うん、電話も着信拒否されちゃって今連絡が取れなくなっちゃった、ね、自分から取れないとでも別れたんだったらまあ普通じゃない連絡取れないのって、うん、<laughs> いやいやお前あれだろ俺の力使って別れた彼氏ととりあえずちょっと話してみたいなやつだろお前 いや本当に必要なお話がしたよ何のじゃあ何のお話なの必要な話そのお家に荷物取りに行っていいですかって荷物送ってもらえばいいじゃんいやそれができないなんで連絡取れないからああじゃあ俺が言っとくよ彼氏お前荷物送るやって <laughs> 彼氏のツイッターで教えてよ <laughs> ツイッター止まってくださいてかんで別れたのなんか私が些細なことで怒って家を出て行っちゃって そのまま分かりちゃいます。偽なブー,ブー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 よ。お前何ブーブーしてるんだよ。もう彼氏の荷物とかさ、そうやって連絡取らねえんだったらもう全部捨てたらいいじゃん。でおめ何置いてんの、彼氏の家に。もうそれ何絶対ないとダメなの。あの服とか結構いっぱい。うん、いやもういいもう捨てよもうそれもすべてもう未練として残すんじゃなくて、<laughs> もう全部捨てて一からやり直したいいんじゃないの。いやでも喋りたかった。 おめえマジゴミ女じゃねえかだから結局俺の力使ってさブロックされた彼氏と喋りたかったんでしょそれ<や>最初に言えってだからそれ最初に言わないで隠して俺の力使うのがうぜえっつってんの。の結局喋りたたかっただけああじゃあいいそれそれを最初に言うんだったら俺もだからおめえの気持ちを汲み取って、はい、まあ、はい、実現できるなだからするから。はいうん いや可愛いじゃねえかおめえらこいつ嘘ついてまで俺の力使って彼氏と喋りてえだってよ <laughs> 好きなんだろまだ好きですうわーいいねそういうのそんだけ愛されてる彼氏いいねじゃあなんでそんなにガーガー言っちゃったのよ君がだって怒ったからやろガーガー言ってなんか元から結構ステリックでああお前がはい<ー>で元彼が高校を辞めちゃったんですけどな中卒そうなんですよで クラス会には誘われたみたいで。え、その件。え、ってか、まだ何歳なの、君、今。私は十九歳です。え、元彼は何歳なの。十六歳。は、年下かよ、お前。<laughs> ごめん何歳年下の彼氏にさ、粘着してんの、お前、絶対さ、その十六の男さ、なんかやべえババアに粘着されてると思ってる。多分。え、ババアじゃないですよ、まだ。いや、でも、まあ、そうだよ。もう年齢的にはババアじゃねえけど、十六。 ああ、いや、どうだうま、まあ、三歳差だけど、多分やべえババアから来てるんですね <laughs>。みんなで言ってるよ <laughs>。え、送りました。ツイッターの間。まあまあ、おめえら彼氏と喋りてっつんだからよ。いいじゃねえか、それぐらい。いや、おめえら、あの、よろずやだから、ここは。よろずやなんでね。あ,あ、彼氏の追体で来たね。はい、これね。お願いします。よろずやはね、どんな依頼でもやるよ。<laughs> なんか彼氏、俺のことフォローしてるんだけどあの。これこれさん、ユーチューブ見てました。 俺ののの見てるのこの人はほんとにだから俺に言ってきたのか、はい、おめえあでも配信は見てないですいきなりですがスカイプ通話とかってできますかいるかなー16歳ならもう寝てんじゃねえでも今日金曜かあなんか友達の家に多分泊まりに行ってるっぽいなんでわかんのそんなことがお前ストーカーかなんかなの,<あ>のお前キモいぞ <laughs> ごめんな,なんでわかんのそんなのがインスタグラムのストーリー お前それ見てんのインスタグラムのストーリー元カレの,あのアカウントがなくても見れるサイトがあって <laughs> そうなのそこから毎日超怖え,えじゃんお前じゃ足跡もつかねえってことはい <laughs> 超怖えー、おめえストーカーえそんなサイトあんのどれよ教えてよ、うん、待ってくださいえー、足跡つけずにストーリー見れるんだはいうんあの元カらスカイプやってないかもしれないです いいいやまあいいよ別にそれはとりあえずいるかどうかでうるさい花火すんなって「バッと光って咲いた花火が」なんだっけこの夜が続いてほしけったもううるさいなもうじゃひよりさんはいんなんでそんなうるさいえうるさいバッと光って咲いた花火を見ていた えノイズ入ってますかノイズ入ってめちゃくちゃ入ってるあごめんなさいイヤホン安いからかもしれない、うん、あじゃあイヤホン抜けはい直りました直ってねえんだよこの野郎<笑><笑>あな直りました完全にあ,ありがとうございます、はい、てかお前もうこの彼氏のこと忘れろよいやでも忘れられないなんで優しかったから いやでも優しかったからって大体優しいからみんな。でもどうにもならないよ。だってお前話してどうすんの仮に俺の力使って彼氏と話しましたと。でどうすんのよそれで終わりだよ。うん、うん、話してどうすんの何を話すのよ。彼泣くなって。<laughs> インスタもあるんだっけ彼氏って。インスタあります。インスタの ID 教えてよ連絡取るから。はい。 でも本当に俺の配信上でしか多分話してくんないと思うよそのちょっとした時間で何を伝えたいのよ連絡取れなくなるのは嫌だって友達、うん、でいてくれるって言ってたから LINE、うん、ぐらいはしてほしいってことはいああねちなみになんかチとかしたのえああえ,えっとえっとえ,え,えっ H? 別れてから一回だけしました別れてから一回した 付き合ってる時も普通にしてましまたな,なんで別れてからもしたのしてくれるって言ったから <laughs> でも一緒にホテル行って数日後に実演されちゃった YSP だ YSP って何ですかやり捨てぽい別れた後のやり捨てぽいだ <laughs> 君,君はちなみに可愛いの可愛くないです可愛くないの はい、待って彼氏のインスタ出てるけどこれどれ眼鏡かけてないやついや眼鏡です。はめちゃくちゃぶ <laughs> <laughs> そうやってどこがいいのみたいに言ってくるマジお前 B 線かなんかなの<は>これ完全に虫眼鏡以下じゃんだってこれ東海オンエアの東海オンエアの虫眼鏡よりひでえだよこれだってでも本当に優しいお前何こんなやつが何19の女と ピャーやって何やり捨てもしてんのマジでこれネットで知り合ったやつ違いますえリア友かえだって16と19度ででも知り合えなくない私高校の時に1個下の後輩と付き合ってて、うん、その後輩と別れた後に、うん、その人の知り合いで会うことになったみたいええー お前なんかさ遊ばれてんじゃねえのどれぐらい付き合ってたのいや同棲してたで何私が家出をした後に、うん、彼の実家に住まわせてもらってましたはお前それ待って待ってそれ。何年付き合って年も付き合ってねえだろお前何ヶ月付き合ってたの ?10 ヶ月です10ヶ月はいえでどれくらい同棲してたの ?4 ヶ月ぐらいえー、え相手のお母さんとか何も言わなかったの何も言いませんでしたはっやべえだろあ、そうなんやちょっと待ってんで俺大きくなってんの今 なんでちょっと待ってなんでだえなんでなマジでどこに興奮要素あった俺この話なんかおったってらくそ誰がお前このち。<laughs> まあそれはいいとしてだねちょっと今連絡してるからマジか<え>全然かっこよくねえじゃんまあ、顔じゃねえんだろうけどさ<え>顔じゃねえのわかるけどなんだよこれ俺の方が百倍かっこいいでこれってもうかっこいいっす <laughs> じゃもういいじゃんもうこんなやつ何がいいんだいよ こっちなんか秋葉原にいるキモタじゃねえかだって<え>秋葉原にいるあれだねみんなニュースでさいるじゃんなんだっけあのニュースでさ「それはいけないと思いますね」みたいな「<え>あいつあいつあいつそっくりあいつが眼鏡かけてるようなやつあれレベルだよもっとかっこいいです <laughs> いやいやいやあーちなみに君の顔は見せれないの顔がさせなくていや1枚ぐらいあるでしょいやほんとに自分の顔が嫌いなんで撮られるのも撮るのも今撮れないの 今はちょっと無理ですあ、そうまあでももう諦めようもこれ返事も来ねえし諦めれねえのおい日和さん日和はいもう諦めろってでもこいつと関わってももうどうにもならないからはい何もいいことないしはい前みたいにさ付き合えることもないと思うしはい会ってももう背フれ止まりやろはいそんなんよくないやろそういう形でも関わりたかった それは日和がまだ経験が少ないからだよ。この人しか見えてないから、いろんな男がいるのに。ただ分かってないだけなんだよ。はい、もっといるから。はい。でもうこいつのことは忘れようぜ。はい。返事早いけど、忘れれんの。いや、多分。難しいけど。うん、頑張ります。じゃあな。ありがとうございました。はい。日和。 ひより、ひより、はい、連絡来たぞ。ありがとうございます。じゃあ入れるな、彼氏を。ありがとうございます。はい、もしもし。ああ、すみません、いきなり申し訳ないです。はい、あ、はい、大丈夫です。でひよりさんの元彼でよろしいんですか。はい、そうです。ひよりさんがなんかどうしてもちょっと話したいっていうことで、あはい、まあ今回僕のところで相談来たんですよ。はい。はい、ちょっとお話ししてもう大丈夫ですか。あ、大丈夫です。すみません。んどうしたの？あのー うん、<laughs> 何これめっちゃドキドキするんだけどさ何とイート。ブロック解除してほしいってことうんなんで日和ルパン三世より声震えてるよいやまあそれは嬉しいんだけどさ原因作ったのさ日和ちゃんじゃないてかほんとにこれ16歳男の人 <laughs> なんでそんな一緒にいたいの優しい頃うん別に拒絶してるわけじゃないのね正直1週間ぐらい前拒絶してたんでほんとに正直俺も今。 いきなりこ,れこれさんから DM 来た時ほんとビビったけどそんな話したかったのたった一つ言うけどめちゃくちゃブスだからねそっか友達だったらいいって言ったじゃん言ったでしょだけどさ毎日電話しないとダメとかさ付き合ってもないのにさ俺が友達と遊んでる時さずっと電話しするのおかしくないそれはうんまあそれはねちゃんとそれはやめるやめるやめる でもやめなかったじゃん結局ちゃんと今度はやめるって言ってさ何十回できなかったやめるごめんなさい,いやごめんなさいってさ<し>何回も付き合った頃から謝って,てんじゃん本当にもうちゃんとやめれるって言って何十回直してねんだよ本当に外に連絡しのいで平気になったから今度は辞める何言ってかわかんねえんだけど <laughs> 聞き取れねえんだけどこれ自分の時間まで奪ってんだよコウモリの鳴き声かよこれトトの時間だと奪ってるし付き合ってる頃だったらさ別にいいけどさ聞きおじちゃんからさ「別れよって言わなかった言った言ったよね<笑><笑>そのようにさ泣きながら毎日毎日電話かけてきたじゃんしょうがなくさ友達ならいいって言ったじゃん言ったでも何もさ縛ることしないからって言わなかった言った そういうのにさ遊ばないでって言ったじゃん。話さないでって言ったり。ごめんなさいじゃないじゃん。守ってないじゃん。何守ってきためっそこ何にも守れなかった。ルパンさんしてきた。何も守ってなかった。でしょ、うん、で今さらさ、やっても変わんなくない、うん、どうすんのこれ俺は別に、ゆうちゃんのことはさ、嫌いじゃないんだよ。うん、だけど、するのは嫌だんだよ。 ヒューちゃんの願いは何なの結局ドロックとかしないで延期られてなかったら <laughs> 安心して落ち着くから、うん、いっぱい連絡しないからなんかこんなのさ物の手品が出なかったられ放送みたいなさ Twitter と LINE それ解除すればいいのねあ到着請求じゃあもうそういうこと絶対言わない言わない。うんでも 話さない,ない方がいいと思うけどなこれあんだけ俺の友達の悪口言ってたよねいや <laughs> 何をしてんだこの女は <laughs> <laughs> みんなに面をかけてんだよでもこうやってコリカルさんとかそのリスナーとかに元カップルのさ意味わかんない話こんなき <laughs> 聞いててさちょっとは申し訳ないと思ってるごめんなさいと思ってる <laughs> 思ってるいい子だね何今のこ <laughs> <laughs> いつ手なずけてんなこの女を 一応みんな言っとくけど、こいつめちゃくちゃブスだからね、この男。話じゃ終わった感じですね。あ、すいません。すいません、本当。めっちゃなんか連絡くるんですか、じゃあ、もう相当。いや、まあ、そうですね。日和、それはダメだろう、やっぱり、そんな。いや、でもね、ちょっとあの彼氏さんの方に言いたいんですけど。はい。俺としては、もう、でも、あんま関わらない方がいいと思うけど。はい、はい、はい。だって、日和が前に進めないじゃないですか。 LINE でメッセージでちょいやりとりするぐらいに押さえといた方がいいんじゃないそうですね。だってお前はんか別れたとしたんでしょ、一回。そうですね。ちなみに日和ちゃんのなんか顔とか持ってないの、ともくんは。いや、あの、写真撮んない人なんで、僕ら。あれか可愛いの、この子は。いや、かわいや、まあ、可愛いですよ、僕は本当に大好きでした。へぇ、えー。あられちゃんみたいな顔してますね。眼鏡、うん、かけてる。え、それブスってことですよね。<laughs> いや、可愛いですよ、本当に。 まあまだ日和わかった。文字だけな、もうお前は。いい電話とかできると思うなよ、電話とか。もちろん、なんか気持ちいいことできると思うなよ。<laughs> 日和さんの LINE は解除したってことですよね、ブロックは。あ、じゃあ今解除します。あ、はいはいはい。本当にありがとうございます。じゃあ、かさんありがとうございました、本当に本当。本当、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、日和お前、まだ終わってねえよ、お前の話は。あ、はい。俺としてはよ。正直なとこ言うと、はい、もう絶対関わらん方がいいと思うけどね。はい。 まああと俺は今再確認したんだけど自分の性癖をやはりね女の人の鳴き声はいいグッツいいね日和のさっきのあの震えた鳴き声ボイスいいよあと <laughs> でこれ自分で何回も再生するかリピート再生するか <laughs> まあでもほんまに元レのことばっか考えてねえでちゃんとしろじゃあねーありがとうございました日和でした <laughs> 日和日和ってダメかいくね <laughs> 日和